久しぶりです、桐生のおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ！失礼しますよ、組長さん。
ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に切る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万、用意できますか？でしたら私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。どいてよ、急いでるの。奇遇じゃねえか、俺も急いでんだよ。おい、じゃあホテル行くか。ちょっと入ってるな。遊んでいきませんか。らしい人だ。
いらっしゃいませ。はじめまして、リナです。桐生カズマだ。ああ。何頼みます？頼む。はーい。ああ。はい、どうぞ。さんってすっごくいい体してますね。何かスポーツとかされてたんですか？いや。あ、そうなんですか。でもいいですよね、筋肉ある人って。なんだ？え？いや、自分ではやりませんけど。それも全然。ひょっとして。え、どうしてわかったんですか？すごい、全部お見通しなんですね。桐生さんってキャバクラの達人？
んだ。経験豊富なんですね。実は私まだキャバのお仕事始めたばっかりね、全然勝手が分かんないんですよ。おお。それはもちろん可愛い女の子が集まる職場だからですよ。ん？というかですね、私幼稚園の頃からずっと女子高育ちだったんで、女の子がいない生活って考えられないんです。私が男だったらお客として毎日キャバに通うところですけど、残念ながら女なので。はい、私女の子が好きなんです。右を向いても左を向いても可愛い女の子ばかり。まさにここは天国です。羨ましいでしょ。更衣室だって入りたい放題なんですよ。おお。女同士だから全然問題ないですよ。オールオッケーです。キリュウさんも男の人のことが好きになればきっとこの感覚がわかりますよ。キャバってお給料いいじゃないですか。可愛い女の子と一緒にいられる上にこんなにもらえるなんて、ほんと天国ですよ。そうなったらピンチです。こんないい職場経験しちゃうと、もう他のバイトには戻れないかも。今のうちにできるだけ稼いでしっかり貯金しとかないとな。やっぱりカメラ買ってる場合じゃないよね。何？今流行ってるんですよ、一眼レフ。写メよりもよっぽど綺麗だし、こだわりがある感じがちょっと大人って感じ。でもなかなかお金がたまらなくて、全然買えないんですよね。それが最近気になる。